こんばんは。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 ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。急だったのにありがとうございます。こんばんは。たくさんありがとうございます。こんばんは。初見の方もありがとうございます。こんばんは。みーたん来てよ。ありがとうございます。ありがとう。ちょうど仕事終わったんだ。あれ終わったとこで、おお、よかった、やった、ありがとうございます。三つ編みじゃん。そう、今日三つ編み、二つの三つ編みです。社会人野球日本選手権、これなんていうのベスト8進出されてます。そうなんですか。野球野球ね、野球いいね、野球こんばんは。こんばんは。今日も寒いですね。ね、今日めっちゃ寒いですね今日ね。あらあら、マスカラちゃんじゃないの。あれ、朝配信なかったけどどうかしてたの。なんかね、あの、お腹が痛くて。そうだけど、もう今大丈夫なので夜配信しました。であとね、もうすぐテストなんですよ。だからね、ちょっとあの配信が朝しない時もあるかもしれなくて、お願いしますこんばんは。こんばんは。あ、大好きな三つ編み。三つ編み好きなんですか三つ編みです。そうそう。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。お、10周年のギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ハートのギフトありがとうございます。かわいい。これは隅っこ暮らし、あのなんかかわいい、あのなんだっけ、エビフライの。ありがとうございます。めっちゃかわいいです。ありがとう。お、10周年のギフトたくさんありがとうございます。アイスのギフトもありがとうございます。めっちゃかわいい隅っこ暮らし、ありがとうございます。やったー、ありがとう。10周年のギフトありがとうございます。ハートのギフトもありがとうございます。お、たくさん、すみっこ暮らしのなんだっけこれ、エビフライだ、エビフライのギフトありがとうございます。ハートのギフトもありがとうございます。かわいいね、すごいすごい。みゆ、ちょっと前、ちょっと前じゃないか、小学校の頃めっちゃ好きだったんですよ。なんだっけ、すみっこ暮らし。そう、嬉しいです。こんばんは。こんばんは。三つ編みツインお似合いですな。おー、よかった、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。三つ編みかわいい。三つ編みかわいいですか、結構いい感じこんばんは。こんばんは。ありがとう。初見です。お、ありがとうございます。やった。こんばんは。おい、めっちゃかわいい。バスのなんだろう、これは、あ、待って、飛行、え、違うか。まずハートのギフトありがとうございます。あ、すごいすごい。とエビフライのあの丸の中にいるすみっこ暮らしのギフトありがとうございますハートのギフトもありがとうございます。あ、すごい、飛行機のあのエビフライありがとうございますありがとう。本当に車にいるとんかつのすみっこ暮らしありがとうございます。ハートのギフトもありがとうございます。ありがとう。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。みかんぜん TV、あれ、こんばんは。こんばんは。みかんぜんテレビ見たよ。ダンスよかった。え、本当ですか？なんかちょっとなんか笑っちゃう。なんでだろう。ダンスよかった。おー、嬉しい。ありがとうございます。ダンスね。ありがとうございます。映ってたね。みーも見たんですよ。朝なんですけど、朝見ました。こんばんは。セイのうんゆうです。岐阜県大垣市に本社のある会社のある会社。あ、そういうことですか。ありがとうございます。そうなんですね、野球ね、いいね。なんだっけ、エイト進出だっけみーだん配信待ってました。おお、ありがとう。やった、ありがとう。始まりましたよ。ありがとうございます。今日は編んでるんですね。そうそうそう、今日は編んでます。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。18日鉄ナット21日声出していこうぜ。コメントどうせ、おお
いいな。鉄名公園ね、いいですね。こんばんは、こんばんは。シールがおしゃれな服で、あ、そうそう、可愛いですよね。でもこの服ね、好き。三つ編み可愛い。おお、ありがとう。嬉しいな。こんばんは、こんばんは。サンタさんこんばんは。そう、サンタさんです。ありがとうございます。こんばんは。みかんぜんの反響とかありますか？え、でもみんなみかんぜんさ見たよって言ってくれて、すごいダンスうまいねって言ってくれるんですけど、うん、でも今回ねいっぱい映ってましたね。そうね、皆さん見てない方は見てくださいね。こんばんは、あれ、こんばんは。あれあれあれ、なんか変な、あれ、こんばんは、こんばんは。 AKB48 の配信番組と同時並行で、あ、そうなんですか、ありがとうございます。同時並行でありがとうございます。こんばんは、こんばんは。服かわいいですよね。これかわいいですかね、これかわいいですよね。こんばんは、こんばんは。みかんぜん TP ポジションのこと話してましたね。ダブルセント、ゆあちゃん、ゆあちゃんかな、話してたの多分。ゆあちゃん話して、ちょっともう一回見ます。今日もかわいいですね、ありがとうございます。ありがとう、やったー。もっとすみっこ歩きなさい、もっとすみっこ歩きなさいよ。待って、すみっこぐら、あ、すごいすごい、すみっこ暮らし。待って、いっぱい来てる。ハートのギフトありがとうございます。かわいいのギフトありがとうございます。これ何に入ってるの、ガチャガチャのカプセルみたいな入ってるエビフライのギフトありがとうございます。ハートのギフトもありがとう。星のギフトありがとうございます。だるまのギフトもありがとうございます。エビフライのカプセルに入ってる感じのギフトありがとうございます。ハートのギフトたくさんありがとうございます。タコ、タコと10周年のギフトありがとうございます。カプセルに入ってる、なんだか、エビフライのギフトありがとうございます。ハートのギフトもありがとうございます。どこだろう、あれ、なんかね、ギフトのやつ見るとね、いいね、いいね、本当です。こんばんは、かわいい、ありがとう。遊びに来てよ、遊びに来てくれてありがとうございます。ありがとね。こんばんは。おしゃれ、あれ、おしゃれでかわいい、いや、おしゃれですか、やった。こんばんは。松川ちゃんってすみっこ暮らしは好きなの？ちなみに俺はあまり、昔好きだったけど今はまあ好きですよ。でもそう、好き。あ、家にあの白熊、すみっこ暮らしの白熊のちっちゃいなんか鍵入れるケースみたいなのがあって、家にお化けの人形もあります。そう、ちっちゃいけどかわいいよね。こんばんは、こんばんは。劇場でのみかんぜんの12期スペシャル、なんとしても当てないね、当てよ。来てほしいですね、待ってますね。こんばんは、こんばんは。すみっこ暮らしって何？あ、すみっこ暮らしですか。なんかあの今ショールーム、今さみんながギフトを送ってくれたじゃないですか。それのなんかあのキャラクターなんですけど、すごい昔めっちゃ流行ってて、すみっこ暮らしって多分ネットとかで調べたらすぐ出てくると思います。そう、ちょっと調べてみてください。めっちゃ可愛いですよ。こんばんは、こんばんは。みかんぜん TV ロックアプリで見れるから全国どこでも見れる。あ、そっか、全国ね、どこでも見れるもんね。皆さん全国から見てください。こんばんは、こんばんは。最近の FK 知らなかったけど研究生レベル高い。本当ですか、高いですか、嬉しい。12期生です。こんばんは、こんばんは。お洋服かわいい。そう、お洋服ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。東海で残ってるのが西濃運輸だけになりました。トヨタは昨日、あ、そうなんだね、そうなんだ。応援しないとね、応援しましょうね。ほぼ連続と、おすごい、鉄な公園とかね、すごいね、いいな。どすこい、ココちゃん、どすこい。こんばんは、こんばんは。かわいい美少女みたい、やったやった。みかんぜは寝ちゃった。で遅いよね、確か時間寝ちゃうか。でも次の日とか見れるもんね。なのでね、初見です、ありがとうございます、ありがとう。
かわいい、やったー。ありがとう。と、未完全録画したからまた見るね。見てね、未完全ね、録画したのやつ見てくださいね。こんばんが、ん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日は三つ編みだ、なんだかわいそう。今日は三つ編みです。そう、すごく大人っぽいね。大人っぽいですか。そうですか。やっぱ帰ろうか。帰るんですか。帰っちゃうんですか。見てくださいね。フィンランドっぽい服、あ、フィンランドっぽい、これ韓国のブランドの服だった気がする。そう、それで帽子かぶったら超似合いそう。あ、確かに帽子ね、いいかもね。可愛いよね、帽子。帽子、今度帽子配信もいいですね。帽子配信。みゆちゃんは中学生、中3です。そう、中3です。フォローしました、ありがとうございます。ありがとう。んでも君が泣かれたら困るんだしな。そう、泣きますよ、泣きますよとか言って。こんばんは、こんばんは。 Hi, I'm from Indonesia。 おお、ありがとうございます。インドネシアから、ありがとう、ありがとう。髪型の雰囲気がこんなに変わるんだね。確かに変わるよね、下ろしてる時と変わるね。今度ポニーテールします。やっぱり残るしかないとか、とはい、やっぱり残るしかないですよ。残ってちゃんと見てください。可愛いです。やったー、ありがとう。可愛すぎるな。おお、やった、ありがとうございます。最近グループで三つ編み入った。あ、そうなんですか。そうなんだね。でもね、スキーみんな可愛いからさ、見てみたいよね。ね、どうする、これ出しだけ変更するときに君をあれしたら。どういうことですか。年明け変更するとき、変更はダメですね、変更はダメです、ダメですよ。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ミカの向き方当たるかで、そうだね、ドキドキだよ。ちょっと当たりたいね、当たってほしいですね、皆さんに。昨日の時間がない公演は冬っぴ、あれ、またなんて、あれ、ちょっと待ってね。昨日の時間がない公演は、ちょっと待って、なんかもう、あ、冬っぴ三つ編み、あ、そうなんですか。絶対可愛いですよね。なんかあのさ、あの12期生がお披露目された日、10月1日の時にお母さんがあの冬香さんのこと見て、めっちゃ細くてめっちゃ可愛かったって、スタイルめっちゃいいねって家でめっちゃ話してました。と、こんばんは、こんばんは、初見です、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは、こんばんは。19日は会費です。会費なんですか。19日もね、来てほしいですね。こんばんは、こんばんは、みゆちゃんこんばんは、みゆちゃんこんばんは、ありがとうございます。はじめまして、ありがとうございます、ありがとう。 K2 のフリーダーおしりのおしの歌ですが、よろしくお願いします、お願いします。なんかあの昨日だったかな、あの SKE のなんか YouTube のやつ見てて、新井さんが、あの新井由紀さんが、あのプロレスだっけ、それであのおしりんさんがなんだっけ、あの審判みたいなのやってるのを見てすごいと思いました。すごかったですね。可愛いのにさ、プロレスできてすごいなと思って、審判もすごい。そうで、見てみたいですね、すごいね。すみっこ今映画やってる、あ、そうなんですか。すみっこ今映画やってるんだね。そうなんだね。こんばんは、こんばんは。島村で買ったの、島村で買ってないです。そう、韓国で買いま、韓国ではないけど韓国のお店のやつで買いました。はじめまして、はじめまして、ありがとう。今日も可愛いよ、ありがとうございます。お疲れ様です、お疲れ様です。あれは、はじめましての人だっけ、君は誰だっけ。あ、君、私は松川美恵です。はじめましての人じゃないよね。いつもコメントしてくれてますよね、ありがとうございます。 YouTube で見ます。 YouTube でね、ね、見れるよね。みかんの生き方、いつ当選発表されるかな。確かにね、確かにっていうかね、ね、来てほしいですね。こんばんは、こんばんは。そう、韓国、そう、韓国、韓国行ったことないんですよ。行ってみたいなって感じで、行きたいんですよね。
髪型も、あ、洋服も可愛らしい。可愛らしいですか？ありがとうございます。ありがとう。確かに帽子似合いそう。なんかベレー帽の帽子似合いそうじゃないですか、これだったら。こんばんは、こんばんは。滑り配信、そうだね、滑り配信ね、ね、楽しみにしてくださいね。まもなく受験だね、もうすぐだね。ちょっと勉強もね、頑張んないとね、いけないですよね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ベレー帽、そう、ベレー帽っていうのはあのどんぐりみたいな帽子、わかりますか、そういうのがあるんですけど、この服だったらなんか似合うかなみたいな。こんばんは、こんばんは。みゆちゃんは12期で何番目にうるさいですか。いや、わかんない、何番目なんだろうね。何番目だろう。でもそんな、別にそんなめっちゃうるさくはないからさ。そうなんですよ、何番目だろう、何番目だと思いますか。何番目だろうね、ちょっと考えてみる。賢そうだから受験大丈夫。え、賢そうなんですか。受験大丈夫かな。勉強しないとね、ちょっとね。でも頑張ります、勉強。こんばんは、こんばんは。ご飯は食べましたか。まだ食べてないんですよね。何食べると思いますか。今日は何を食べると思いますか。ちょっとコメントしてください、何を食べると思うか。こんばんは、こんばんは。推しのお尻に目つり、あ、やばいやばいやばい。なんかそう、コメントがね、あ、ここかな、ここら辺かな。推しのお尻に目つりが悪い、こっち、あ、そうなんですか。そうなん、青木しおりさん、そうなんですか。前なんか、なんだっけ、なんだっけ、特別公演の時に踊ってるの見てめっちゃ上手くて可愛かったです。そうなんですね。こんばんは、こんばんは。インドネシアからありがとうございます。インドネシアからありがとう。可愛すぎ、やった。ドスコイミーに対抗しますか。いや、わかんない、わかんないですね、わかんない。ココちゃん、こんばんは、こんばんは。みゆお母さんもこんばんは。みゆお母さんこんばんは。みゆのお母さんこんばんは。ヤッホース、ヤッホース、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。配信お疲れ様です。お疲れ様、ありがとうございます。実物見るとさらに可愛いから、アイドルってすごい。アイドルね、アイドルね、アイドルすごいよね。リピートしてみてました。あ、そうなんですか、そうなんですか。リピートして、アイドルってねすごいよね。なんかね、自分がさ、小学校の頃とかアイドルになるってなんか思ってなかったから、なんかなれると思ってなくて、ずっと好きだったんですけど、でもね、すごいね。ちょっとそう、プロレスコー、あ、そういうこと、レフェリー、あ、そういうことか、プロレス怖くない。え、ね、レフェリー、あ、レフロリー、レフェリー、わかんないけど、プロレス怖くない、うん、なんかもうすごいなと思って、空手みたい、空手ではないと思うんですけど、すごいですよね。あ、レフリー、あ、そういうこと、おしりんさんはレフリー、あ、そういうことか、すごいですよね、かっこいいよね、すごい。おしりんさんはレフリーやって、そうだね、そう、レフリーですね、わかりました、ありがとうございます。みゆちゃんもバット持ってプロレスラーにし、ね、乱入はしません。やばいですよね、バッと持っていったら。こんばんは、こんばんは。おしりさんみたいな七三分けはしたくない。七三分けしたい、したい、うん、今度しますね、うん。今日私は剣道を学校でやったんですけど、ちょっと喉がね、なんか声めちゃめちゃ出したから、ちょっと喉がちょいやば。お下げかよ、お下げ、あ、これね、なんかさつきちのブログか、ブログでさ、あ、なんだっけ、お下げ、お下げって言うじゃない、これ見える、三つ編みツインだと思う。お下げって言うじゃない、かわいいね。かけるなも韓国行きたいって言ってた、あ、そうなの、かけるなも韓国行きたいんだね。みゆも行きたいんですよ。そう、なんかね、K-POP 好きなので、その
なんか見たい、いろいろ。あと韓国のメイク、コスメとかも見てみたいし、チーズタッカルビを食べたいですね。好きに須田あかりさんをしてたけど、あ、そうなんですか、須田あかりさんをしてたんですね。そうなんだ。須田あかりさんをあのちっちゃい頃じゃないか、小学生の頃にあのテレビ番組のスカットジャパンって分かりますか、それで見た。そう、この方スキンイーなんだって、あかりさん ね。なのに今もみーも SK 入ったからさ、すごいなんかね、不思議不思議なんですよ。中学生なのにおしゃれやね。あ、おしゃれですか、やったー出先で見てるから画質良くないので、三つ編み地鶏 X のポストしてほしい。あ、そういうこと、誰かがでも見てくれてありがとうございますって先なのに。こんばんは、こんばんは。あれさみたいに、私は、あれさみたいに、私はね、あのソフトボールとかもやってたから、やっぱり野球関連のことをしたいですね、やっぱり。野球、ソフトボールの、スポーツがしたいですね。でも野球、ソフトボールですね。でもドラゴンズが大好きなので、ドラゴンズのこととかもね。三つ編みベレーはお強い、お強いですか、今度じゃあしたいですね。 SK 楽曲で好きなダンスは、私は美しい稲妻がもう本当に好きなんですよ。あとあのなんだっけ、絶対スピレーションも好きです絶対スピレーションもめっちゃ好き、かっこいい系はねめっちゃ好き。なんか J からロッテのマスコア選手を親戚って本当ですか、なんか何 J か、ロックの息子かね、わかんないわかんない、あ、名前が同じってかだってこと、わかんないね、ね、どうなんだろうねちょっと聞いてみます。一番うるさいのは誰、あ、12期ですか、かきれなかな面白いよ、本当に面白いんですよ。そうなんですよ、皆さんは誰だと思いますか、かきれなですか、やっぱり外資ホールでライブしましたかな、しましたかな、あ、しましたか、あ、須田あかりさんのファンの方ね。12期で一番穏やかなのはあの子ですよね、こう穏やかって読むのかな、賑やかかな、わかんない、ちょっと待って、漢字によってさ意味が変わるじゃん、なんだっけ、誰だっけ、賑やかな、ちょっと待ってね、じゃすいません、漢字がなんか星になってるの音が聞こえるけど、ママ料理中、そう、ママ料理中なんですよ、そう、これリビングなんですよ、ここなので、ちょっと静かにはしてもらってるんですけど、そうなんですよ。君のお歌を聞きたいんだけど、何か歌ってくるらしく、あのね、前あのなんだっけ、ちょっと待って、あのさ、撮ったじゃん、あの投票を撮ったんですよ、それで前のめりだったので、ちょっと今日はあの本当に申し訳ないんですけど、1番までなんですけど、1番まで前のめり歌いますよ、歌いますね、すいません、1番だけなんですけど、ポトフじゃないんですよ、ハンバーグでもない、そう、あ、そうか、言ってないか、今日の夜ご飯なんだと、な、何々です、言ってないか、そっか、ポトフ食べたいね、ハンバーグもいいけど、違いますよ。こんばんは、こんばんは、うどんじゃないです、こんばんは。 SK7 期生だと野島博野さんがやってる ETN のライブ、あ、そうなんですか、そうなんだ、いいね、ライブ、晩飯はスパゲティハンバーグ、あ、いいな、美味しそう、めっちゃ美味しそうじゃん、スパゲティハンバーグ美味しそうだね。こんばんは、こんばんは。アーティストグループで好きなこと、公演がある、私はなんか最近めっちゃ気になってるのは、あの時間がない公演すごい気になってて、愛を君に愛を僕にの公演もめっちゃ気になってます。そう、なんかね、ライブに本当に全然行ったことなくて、なのでそのスマホとかでしか見たことないんですけど、めっちゃねいいなって思います。今日は室なんていいね、いいよね、そうシチューもいいよね、でもシチューではないんですよ、ま、あ、こんばんは、こんばんは。麻婆豆腐かな、今夜麻婆豆腐、あ、そうなんですか、マンボウ豆腐ではないんですよね。
2018年の5月の外資ホールの握手会ライブに参加しましたかな。加入前でしたかな。握手会ね、参加して行ってない、行ったこと、握手会も行ったことないんですよね。そう、加入前だよね多分。三つ編みも洋服も可愛い、ありがとうございます。ありがとう。お風呂入っていきます。お風呂ですか。ありがとうございます。ありがとう。じゃあちょっと今から歌いますね。こんばんは、こんばんは。ドスクイちゃんと君にキラキラ、うーん、ありがとうございます。今日の夜はサムギョプサルかな。あ、でもね、近い近い、もう近いよ。じゃあ、あのね、私は今日はなんだっけ、で、何の名前か忘れた。なんだっけ、ヤンニョムチキンです。そう、ヤンニョムチキン、そう、妹がめっちゃ食べたいとか言って、ヤンニョムチキンですよ。じゃあ歌いますね、歌います。ちょっと1番だけなんですけど、すいませんね。ちょっと今探してます。みゆちゃん、ありがとうございます。ありがとう。さつきちが喜ぶな。そうね、さつきち好きだもんね。前のめりが一番好きだよね。こんばんは、こんばんは。歌うまというか声が最高。やった、ありがとう。しまった、遅れた。そう、ごめんね、あの今日はちょっとギリギリに言ったんです、ごめんなさいね。ありがとうございます。こんばんは。パチパチたくさんありがとうございます。上手くなったね。上手くなった、本当ですか。ありがとうございます。いいね、ありがとう。パチパチパチもありがとうございます。こんばんは、こんばんは。みゆのめり素敵です。やった、お洋服かわいい。ありがとうございます。やっぱいい声、いい声ですか。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。歌うまですな。歌うまですか。やった、ありがとう。今日もとびきりかわいいです。やった。前のめり聞くと泣きそうにね。松井里奈さんのね、卒業のね、あれだからね、歌唱力出れますか。やった、ありがとうございます。何あげてるの。え、ちょ、聞こえますか。やばいですか、聞こえますか。ヤンニョムチキンあげてます。そう、今まず多分チキンをあげてますね。ちょっとうるさかったら言ってください。お疲れ様です。お疲れ様。よし、この後ドラム練習するけど落ちようか。あ、ダメですね。見てくださいね。
見てください。ビキニ写真からカニまで、そうですね。ちょっと待って、たくさんねギフト来てた。ハートのギフトありがとうございます。スイコグラシのギフトありがとうございます。ありがとう。星のギフトもありがとうございます。10周年のギフトありがとうございます。スイコグラシのギフトありがとうございます。ハートもたくさんありがとうございます。ありがとう。音符のギフトたくさん皆さんありがとうございます。1000万円のギフトありがとうございます。赤色のペンライトありがとうございます。音符のギフトもありがとうございます。水色のギフトありがとうございます。ハートのギフト、あ、違うか。音符のギフトありがとうございます。飛行機からエビフライが出てるギフトありがとうございます。ハートのギフトもたくさんありがとうございます。あげてる技なんだから、そう、ちょっとすいません野球オータみゆちゃんに行こう。そう、野球オータですね。なんですよ、めっちゃ。そうなんですよ。後ろはピアノ、そう、後ろはピアノです。そうだよ、見えるかな。そう、それピアノです。そういえば遠い昔に祭りの仕事、あ、そうなんですか。そうなんだ。水でも流して、あ、そうなんですか。すいませんね、生活音、ちょっとお母さんがあげてます。すいません。あのね、で自分の部屋でやるとなんかちょっとね暗い感じがしたから、ちょっとリビングでやってます。最近はお母さんのかなりの腕を見た本当ですか。料理の美味しいよ、めっちゃ。前の宮日本芸大のコラムに歌詞が引用されたの。あ、そうなんですか。ちょっとなんかお母さんがすいません言ってたそうなんだね。こんばんは、こんばんは、ヤッホーヤッホー。歌とダンスどちらが自信ありますか。え、なんか最初は両方自信あったんですよ。でもやっぱダンスもみんなうまいし、だけどみーは歌の方が自信はあるかな。はい、いい感じの BGM BGM いい感じの BGM、 そういうこと。前のめり、よかったよ、やったー、ありがとうございます、ありがとう。よし、じゃあ落ちて練習するか。君の気持ちは置いていく。落ちて練習するんですか。そうなんですね、ちょっと悲しいですね。トイストは感動的な、感動的だったの。あ、そうだ、そうなんだね。なんか言ってたね前も。皆さん、高温調理はアクリルミラル。今ね、でも多分今も揚げ終わったね揚げ終わった。そしたら君にあることを埋めるカメラにする。そうなんですか。そうなんだね。まあしょうがない、しょうがなくはないか、悲しいけどこんばんは、こんばんは、スカちゃん、こんばんは、んこ、こんばんは、んこ、ありがとうございます、ありがとう。遊びに来てよ、ありがとうございます。あ、違った、12期生全員のことを思い浮かべながら行うんだ。そう、そうだよ、12期生全員を思い浮かべながらドラム練習して配信も見よう。もし今総選挙あれば参加しますか。ね、どうだろうね、どうだろうね。でもね、なんかいろいろ YouTube とかで見るよ、見る。そう、お母さんもこういう人出演してくれていいね。イエーイ、ちょっとダメダメっていうか多分嫌だ。まだドラムに行ってないのか、まだドラムに行ってないかどういうこと。あ、そういうこと、さっきのか。じゃあ明日朝配信してできたらやって。あ、できたらね、ちょっとねテストのね勉強とかもあるのでね、ちょっとあれなんですけど。こんばんは、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。じゃあ頑張って練習してくるわ。またおうね、また。 ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。頑張ってくださいね。揚げたてですね。そうそう、揚げたて、揚げは腹減ったね。そう、中すくね、ちょっとね。今ね、スキーホティエタには歌唱力面は沢田香音ちゃんしかいないから、歌唱力面、沢田香音さん上手なんですよね。みゆもね、あ、なんか前テレビでその
こだったっけ、 STU48 さんかかなの、あ、じゃあなんかのカラオケの番組で、まあ、STU さんの方歌ってたり、あと前が見たのは元 AKB さんの野呂佳代さんが歌ってるの見てめっちゃ上手で、みゆもめっちゃ出たいと思ってたんだけど、ちょっともうちょっとというか歌うまくならないと無理なんですけどね。スカットジャパン、須田あかりさん、リコピンで、そうだね、リコピンだったね、可愛かった。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。10周年の熊のギフトありがとうございます。だるまのギフトもありがとうございます。皆さんは今日何食べるんですか、夜ご飯。こんばんは、こんばんは、何食べるんですか。チラチラありがとうございます、ありがとう。うんうん、すごいすごい、10周年のギフトめっちゃ 100? ありがとうございます、ありがとう。ST はもっと遠征チーム、あ、そうなんですか、そうなんだ、なんかその方めちゃめちゃうまかったんですよね。ほうとうさん、あ、そういうこと、そういうこと。ハートのギフト、ありがとうございます。すみっこ暮らしの白熊だ、かわいい、すごいすごい、100ありがとう。みゆ白熊好きなんですよ。ココイチカレー食べてます、帰宅途中です。帰宅途中、そうなんですか、ありがとうございます。帰宅途中からココイチカレー食べてます。いいね、ココイチ行きたいな、みゆも食べたい。ココイチ海の幸カレー食べたいですね。それかあのチキンのやつ食べたい。もうすぐ中華料理屋に、あ、そうなんだ、そうなんだね、いいな、中華料理も。ラーメンですか、ナスの揚げひたし食べます。あ、そうなんだ、ナスもね美味しいよね。こんばんは、こんばんは、ありがとう。みゆの得意料理が食べたい。私ですか、みゆって、私の得意料理は、私ね作れないんですよ。でもクレープ、あと卵焼きですかね、卵焼きと、あと目玉焼き焼くだけだけど、それなら得意料理ですよ。美味しいよ、パリパリチキン、そう、パリパリチキンかな、多分それです。これから晩ご飯決める、みゆちゃんのすすめ、あ、みゆのおすすめで決めてくれるんですか。私は今日ヤンニョムチキン食べるんですけど、でも私のおすすめは今日はきしめんですなんでかっていうと、なんか最近すごいきしめんが食べたい気分で、きしめんですそれか焼きそば、焼きそばも好きだから、焼きそばも食べたくて、なのでこの2つのどっちかです。海の幸カレーいやね、そうそう、海の幸カレー美味しいよね、めっちゃ好き。秋季キャンプバンテリン、11月4日自分いました。18、19は名古屋球場、18は18、19は名古屋球場、18行きます。あ、そうなんですね。私ね、あのあれなんだっけ、なんでなんて言ったか忘れた。ミュいつ行ったっけ、あのね土曜日だったかな。そう、あのブログに載せたんですけど行きましたよ。そうなんだ、 18はね本当にテストの勉強をしないといけないので、テストの勉強も本当行きたいんですけどね。19日は皆さんのが楽しみにしてるみかんの剥き方公演ということで。ココミンはディッパーダンのクレープが好きし、あ、そうなんだね、ディッパーダンのクレープ、そうなんだ。全然ねクレープ屋さんの名前はあんまりしない、知らない。ディッパーダンと、うん、と何があるっけ、わかんない。こんばんは、こんばんは。ココイチ行くと必ずイカサラダ頼んで、美味しいよね絶対イカサラダね。リコピンにサブレーでよくされてキャラが印象ですけどね。あ、そういうこと、ん、なんか星になってて ね、リコピンさんね、あの須田あかりさんがやってたね、リコピンさん可愛かったよね。お母さんに弟子入りすればすぐに料理上手、確かに。ちょっと卵焼き以外では、卵焼き以外作れないとね。いた、遊びに来てよ、ありがとう、ありがとう。ちょっ
もうちょっとしたらちょっと壇上の絵描きます。きしめん関西で、あ、そっかそっか、関西だからか。そうだよね、気軽に食べれないよね、きしめんね。なんかね、12期で前話してたのはね、きしめんね全然売ってないって言ってた。やっぱ名古屋の名物だからかな。なら焼きそばです、私のおすすめは。そうです、焼きそばで、時焼きそばですか、美味しいよね。夜はラーメン食べないかな、何か中華定食に。あ、そうなんですか。あれとか、なんだっけ、チャーハン美味しいよね。こんばんは、こんばんは。秋季キャンプ見ながら勉強したら、あ、確かにこうやって見ながら、それはねすごいいるのかな、そんな人。じゃあちょっと壇上書きますね、13位の方から書きます。ちょっとハートのさ、みゆが持ってたやつさ、ちょっとなんかどっか行ってはないんですけど、ないのでちょっと手に貼ります。はい、13位の方です、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、こんばんは。あざとかわいいみゆぴんが登場するのそういうこと、スカットジャパンに。次は12位の方ですね。初めまして、初めまして。新幹線のホームにある有名なきしめん屋さんは電車の時、あ、そうなんだ、あるんだね、新幹線のところに。書きます。次は12位の方ですね。12位の方です。はい、12位の方、ありがとうございます、ありがとう。めちゃみみちゃん可愛い。あ、本当？ありがとう嬉しい、ありがとう。おつです。おお、ありがとう。またね、またね。本当？ありがとう。おやすみ、おやすみ。はじめまして。初見です。みゆさんのアピールポイントあります。私のアピールポイントは、まず配信ではその皆さんのそのアバターを絵を描いてるところもアピールポイントだし、歌もそう。歌が得意なので、それをちょっと注目してくれたら嬉しいです。配信ありがとう、ありがとうございます。バイバイ、バイバイ、ありがとう。また見てくださいね、ありがとう。めちゃみみちゃんからやった、ありがとう。と、三つ編み、そう、三つ編み、三つ編み、三つ編み。はい、11位の方ですね。了解しました。歌がですね、そうなんですよ、歌がです。歌がね好きで得意なんですよ。歌うの、今日ねもう歌ったんですよ本当は。だけどね、またね配信でね、今日は剣道の発声とかあってちょっと声が微妙なんですけど、また歌うのでね。11位の方です、ありがとうございます、ありがとう。次は10位の方です。
なんか後ろの飾りが気になる。そう、あのね、ちっちゃいクリスマスツリーとサンタですよ。打撃、守備、投球ではどれが得意？私は打撃です。あ、なんかでもね、1年に1回ね、なんかやっぱりこっちの方が好きかもっていうのがあって、なんか入った時は打つのがすごい好きだったけど、慣れてったら守備がめっちゃ好きになって、でも今思うと打撃かな今は。でも投球も好きです。キャッチボールとかめっちゃ好き。こんばんは。こんばんは。駆け出しですいません。おいくつなんです？私は15歳です。中3で15歳ですよ。見逃したけどありがとうございます。ありがとう、ありがとう。女の子の部屋とかね、あのね、これリビングそうリビングなんですよ。自分の部屋では今日はないんですよね。はい、10位の方です。ありがとうございます。ありがとう。遠投どのくらい行きますか？遠投はね、6年生の頃が35メートル行きました。そう、今ねどんぐらい行けるかな、どうだろうね。最近あんまり投げてないからあれだけどさ、35メートルです。6年の頃はソフトボール投げは23メートルでした。足は速い。でもでも遅くはないと思う。でも得意だよ、走るのは得意です。9位の方ですね。こんばんは。こんばんは。お年齢答え、ありがとう、ありがとうございます。全然ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。いつもお掃除してそう。結構ねハマってた昔は。昔はね。9位の方です。ありがとうございます。ありがとう。かわいい、かわいい。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。肩強いですよね。そう、肩ね、あのね、入ってから本当にソフトやってからめちゃめちゃ肩強くなった。こんばんは。こんばんは。あって盗塁得意。盗塁ね得意だったよ。結構結構成功してた。で、私はショートだったんですけど、その時に盗塁は結構刺してましたね。そのキャッチャーの子とピッチャーの子のなんか相性も良くて、でミユがショートの時は結構ね盗塁させてて、そうめっちゃ嬉しかった。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとう。15歳に見られなくないですか？見られないかな。見られないですかね。どうですか、どうだろう大人っぽいねとは言われる時もありますはい、8位の方です。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。みゆちゃんは使うのか、サウンドが得意なのか。得意かな得意かな。中坂みゆさんはサッカーが好きなんですよね。なんだっけ、名古屋グランパス、グランパスだよね確か。15歳。そう、12期は大会系のイメージある。あ、本当？大会のイメージある。あ、ココハちゃんもさバレーすごいもんね。ミュもバレーすごい、バレーすごくはないけど、ミュは多分あの好きだったけどさ、多分ココハちゃんさ全然多分もう桁違いだと思う。なんかめちゃめちゃね、あのバレーちっちゃい頃からやってたみたいな感じ言っててさ、すごいな。ミュはソフトだったけど、ココハちゃんはバレー。柿枝もなんかバスケやってたって言ってたね。7位の方です。ありがとうございます。ありがとう。
なんかでそれであとなんだゆあちゃんはダンスだよね。ダンスね、高校とか部活で寝ててめっちゃうまいよ。めっちゃうまかった。そうなんかバンザイヴィーナスの時の感想のさ、こういう時あったじゃん、あのめっちゃ上手だったもん。すごかった。こんばんは。こんばんは。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。何でもできない、何でも、うん、できるかなね。どうだろう、サバ読んでない。これサバって読むんですか、なんて読むんだろう、ちょっとごめんなさい。松川選手、ロッテさんだっけにいるよね、ロッテのね。生年月日教えて、ちょっと待ってね。6位の方です、ありがとうございます。ありがとう。生年月日は2008年の4月15日です。誕生日。そうなんですよ、こんな綺麗な方がいらっしゃる。あ、本当ですか、あ、本当ですか、ありがとう。ソフトボール26メートル、あ、ソフトボールはあの35メートルで、あれあのなんだっけ、でっかいハンドボール投げたが23でした。そうです。次は5位の方ですね。みやびちゃんとサンチャイしか、そう、みやびさん、みやびさん、みやびちゃん可愛いよね。さつきしとみやびちゃん同い年。はい、5位の方です、ありがとうございます。ありがとう、可愛い、ありがとうございます。やった、ありがとう。やはり自分のって松川先生、親戚、親戚なんですかね、ね、親戚なんですかね、どうだろう。松川って名字少ないよね、だってさつきしさんに最初見えない。嘘嘘、さつきち可愛いよね。なんかね、皆さんに聞いてほしいんですけど、なんか いつだったっけ、昨日かな、昨日の夢だったかな、昨日か今日かな、なんかね、夢ってあんま覚えてないじゃない、なんかすごい覚えてる夢があって、坂本真凜さんが夢に出てきたんですよ。めっちゃ可愛かったんですけど、夢でもなんかね、みゆがちょっとね、何だったかな、みゆの隣にいてすごい仲良くなれて、めっちゃいろんなお話できる夢を見て、だけどなんかすぐまた夢ってすぐなんか一回一回変わるじゃないですか。それでなんかまた違うエピソードとかに行っちゃったんですけど、すごい可愛かった。そう、めっちゃ可愛かったですよ、夢でも。なんかいろんな話してた、何話したかな。そう、4位の方です、ありがとうございます。4位の方、ありがとうございます。私もソフト経験とドラ好きです。あ、そうなんですか、やった、なんか同じだね、嬉しい。ソフト経験か、やったね。落ち着きぶりが中学生と、あ、落ち着いてます、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。3位の方です、100キラ、100キラ、ありがとう、ありがとう。大人みゆちゃん、大人みゆちゃん本当ですか、ありがとう。 35m 全国、え、全国レベルなんですか 35m って。ソフトボール投げだよ、あれだよ、あのなんだっけ、ハンドボールだけじゃないですよ、ソフトボール投げは 35m だった、6年の頃。仕事終わりでも配信終わりそう。あ、仕事終わりか、ありがとうございます、ね、ちょっと待ってね。こんばんは、こんばんは。3位の方、ありがとうございます、ありがとう。推しメンの夢見られとか、推しメンの夢見られるとか羨ましい。色見えちゃんの夢、ね、見えちゃんの夢、本当ですか。でもなんかさ、夢ってさ、あのすぐさ、そう、1個の夢見たらすぐ違う夢に急になったりしません？よくある。あんまり最近夢見ないけどね。そう、それはマスメになれる、そうですね、マスメになれるとね、いいね。
でも前ねお写真も撮ってもらったしね、お話もしてもらったんですよ。めっちゃ可愛かった本当に。まあ、睡眠になるといいですね。今後が楽しみ。これそれは睡眠しないと目に絡めに行こう。まあ、睡眠ねしないとね。ちょっとね。はい。2位の方です。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。たくさんありがとう。僕はたまに誰かにこれなんか星になってる追い恐れる夢が。あ、そうなんですか。怖いね。怖いよ。みゆちゃんのソフトボール対決しそうな当たる夢みたいなバーンって空振りしちゃうかもしれない。うん、打てるようにね夢で打ってるといいですね。ネット見たら27メートル以上 2.5 パス。じゃあミユすごかったってこと。ソフトのおかげだね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。1位の方ですね。癒されるラジオ。おー、ありがとうございます。1位の方です。ありがとうございます。ありがとう。よし、ちょっと、うん、すごい。水色のだるまのギフトありがとうございます。ハートのギフトもありがとうございます。音符のギフトありがとうございます。ハートのギフトもたくさんありがとうございます。夢に出てきてくださってありがとうございましたって意味が。そうですね、そうだね。マリンちゃんも話してきて喜んだからもっと言ってあげる。そうです。本当ですか。嬉しいね。ちょっと待ってね。はい、では皆さんありがとうございます。ありがとう。よし、では今日も皆さん、コメントとギフトたくさんありがとうございました。とすごい楽しかった。上手にかけてありがとう。ありがとうございます。すごい皆さん急だったのにたくさん来てくれて嬉しかったです。では皆さん今日も一日お疲れ様です。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさーい。バイバーイ。